どうも皆さん、勇者です。今日プラスいきます。ミッションで挑戦しますというか、してます。めちゃくちゃきついです。 めちゃくちゃきつくて、泣きそうなんですけど、いきます。はい。何がきついって、後半になんかデューンっていかついにやってくるんですよね。で、まあそれダメージ的にはそれが一番きついんですけど、それよりも何よりも状態異常がもう半端ないんですよ。で、状態異常耐性のアクセサリーが満足になくて、まあ特にスローとかも一つもなくて、で、相当苦しんでます。はい。頑張ります。だいたい4000、5戦目ぐらいですかね、今。まあ、きつい。まあ、きつい。で、もう、自前でヘイスガがないので、もう、ヘイストは入れられません。というか、白魔導士が少なくて、まあ、急遽ブラスカも、卵を積み込んで、ここまで上げたっていう感じで、最初ティーダで言ってたんですけど、もうこんなヘイストとかプロテースぐらいもう突き破ったれとか舐めた感じで言ってたんですよ。全然無理で。 で、もうデスペルはもう絶対やらないともう無理っていうことに気づきまして、で、まあ、反省をしましてね、そっからはちょっと、このパーティーで行ってるんですけど、もうめちゃくちゃきついですね。まあ何よりもやっぱ状態異常、まあもうすでにこれ決まりが、スローになっちゃいましたけど、まあ、状態異常でものすごく、後々の展開が左右されてしまいます。で、一番やばいのは、ユーナ、もしくはブラスカが沈黙してしまうことなんですけど、これ普通に全然よくあるパターンで、で、まあ、その次にやばいのが混乱です。で、混乱耐性、沈黙耐性ともに1個ずつぐらいアクセサリーがありましたんで、とりあえず、それを、まあ、分けしてつけました。ただそうなると、体力とかがすごく今度は不安で、もう本当に自利品です。だから、多分、まあ、10回、20回と同じパーティーでやれば、おそらくクリアはできます。この状態異常の運次第で、クリアはできるんですけど、まあ、なるべくそれを、まあ、ないように、なるべく安定できるように頑張って組んではいます。例えばまあまあ、攻撃陣だと、当然、盲目来るんですけど、暗闇。それも、ほぼほぼ、防げないので、もう強引に円安とかで、まあ、対策するっていう感じにしてますね。はい。あと、まあ、ブラスカ。そして、アーロンにそれぞれ全体小回復を持たせて、まあ、緊急時にはそっちで回復していく。まあ、特にブラスカはもう、それをメインでやってもらう。これプロテが3回分やったら、とりあえずブラスカもガードして、もう我慢させます。いつでも待機して、小回復いけるように。ただね、小回復では正直回復量足りないんですよね。もう本当は、ユーナを連発したいぐらいで、毎ターンいけるぐらいじゃないと、本当に後半が、マジできつくて、まあ実際にこれやられた方はわかると思うんですけど、本当にきついですよね、こいつ。後半の防御無視の攻撃がめっちゃきつくて、で、ワッカとかで、正直ブレイク入れときたいんですよ。ただ、ブレイク入れたいんですけど、あ、これ2回行動ね。ワッカのレベルが上がってないので、まあ、これでもう本当に厳しければ、征伐を、アーロンを入れ替えて、もうワッカにするしかないかなと思ってます。ワッカにしてフルブレとハイマジを入れて、まあ、向こうの防御無視のダメージを軽減しないと、まあ、相当厳しいです。全体入れときます。っていうのはね、その防御無視の攻撃が、もうめちゃくちゃ食らうんですよ、ダメージね。だから、こんな小回復ごときは正直そんなにもう影響与えないぐらい、いかれちゃうんで、
まあ、この辺は平和っすよね、まだね。鉄壁を初手じゃなくて2ターン目で張れることに途中で気づきまして、まあ、絶対にまずヘイストやってくる。そして次にプロテストやってくるんで、まあ、実質2ターンの猶予があるんですけど、ヘイストやってからプロテストをやってくるから、まあまあ早いんですよね、そこの行動。なので、とりあえずまあまあそこで1ターンだけは回避して張るっていうのを実践してます。しょうがない。もう一回全体章を使います。ここでね、ベールをね、使いたくなくて。ガガゼと張ります。やばい。危な。ダメージがもう半端ないでしょ。ほんまきついんですよ。ベール張ります。いやー、耐えれるかなー。ガガゼと張るんで、とりあえず魔法に関してはこれで1回分は軽減されます。軽減というか無効化されますけど、攻撃に入ってすぐね、今日のね、全体のね、魔法やってくるんですよ。そこで消し去ってくるからね。ケアルが、ちょっとビビっとんな。ちょっとビビっとんな、これ。鉄壁張ります、ブラスカで。ブラスカ大活躍ですわ。ブラスカの武器が欲しいぐらいになってきましたもん。ちょっと、すごい好きになってきましたもん。こいつがいなかったらもう絶対無理なんで。ヒサメ。ほら、来たー。危なー。危なー。いや、あれ耐えれるか耐えれないか全然違うんですよね。あと、ちなみに状態異常なってないんで、それも助かった。すごいラッキー。めちゃくちゃあの状態異常きついからさー。いや、これラッキーパターンっすよ。非常に。これはいいぞ。耐えて、うわー、うわ、マジか。いやー、ブラスカ寝てんのまずい。プロテガが。状態異常来てしまったー。どうしよう。叩き起こすか。これでは起きないんですよね。これでは起きないんです。ガガゼトでお、いやー、魔法バリア貼っといた方がいい。やばすぎる。よかった。いや、もう回復とか無理やって。起こす、無理無理無理、起こせへん。タイミングがない。というか、アーロンも。どうしよう。向こうの攻撃で起こしてくれるのがベストなんですが、いやー、あかん。もうリゼにやられた。もう時間がない。ヒマリで起こします。もうしょうがないんで、ヒマリのエンアスで起こします。アホ、起きろお前は。まずいまずいまずい。もう時間がない。もうリゼにはしょうがないですけど、デスペルをやらないと。あー、まず。こうやってね、もう状態異常一つで一気に持っていかれるんで、まあ辛いパターンですね。これと戦っていかないといけない。うわ、というか沈黙もしてんのか。沈黙もしとるやん。これは終わったのかな。うわぁ、そして言うな、混乱。まあもちろん混乱体制つけてますけどね。まあお構いなしですね。諦めましょう。辛い。これほんと辛いっす。まあ、状態異常でも、もちろんその、中よりはこう、っていうのをお持ちの方は、まあすごく、まあもうちょっと安定すると思うんですけど、やっぱ非常にこの新規アカウントには辛いゲームですから、そこら辺、いくら大根集めても、
まあ、助けてくれないんですよね。やらせてくれない。ですので、もう運に頼るしかないんで、あと、まあ、もっと言うと、例えば混乱体制をつけてても、今度睡眠はね、体制がないですし、じゃあ睡眠体制をつければ、今度混乱したら終わりですし、それが、正直その、こいつ、いろんな状態異常が出ちゃうんで、まあ、はっきり言ってカバーしきれないので、もう本当、気休めにしかならないというか、状態異常、体制、アクセサリーも。これは3000ぐらいで耐えれるかな。よし。よし、消しました。うー。まあ、鉄壁をかなり引っ張れていますね。相当鉄壁を引っ張ることには成功しています。危ない。まあ、食らう。まあ、食らうよ。鉄壁あったって1500ぐらい貫通してきますから。ベールは早いな。ちょっと待って。もうそのタイミングがものすごくシビアですから。まあね、まあ、そうは言ってもベール貯めて結局その混乱させられて動けないとか、まあ、沈黙させられて動けないっていうオチがよくついちゃうんですけどね。決まり。スタメンをここで投入。攻撃力を上げていきます。もう一丁行動防御しとこう。 OK。 そして征伐を入れます。さあ、ここでベール張りましょうかね。どうやろうか。まだ早いか。まだ耐えれるか。まだ耐えれそうですね。うわ、いけない。マジか。ガガゼといきます。ガガゼといって、征伐もいきます。ジェクトが溜まってないというね。よし。まあ、辛いのはもう強ってつく攻撃です。あとは状態異常。もうスローであろうが何であろうがもう入りまくるんで、食らいまくりますんでね。 マジでダメな時はマジで全員がね、睡眠が混乱なっちゃったっていうのありました。一回もう壊滅しました、後半でそれなって。本当に壊滅ですね、あれは。文字通りの壊滅をしました。まあ、一発目のベール。もう鉄壁とかもね、そろそろ気にしておかないとダメなお年頃です。次、もう一回ブラスカ行動して、その次で鉄壁張ろうかな。ちょっと間に合うかどうか微妙ですけど、それぐらい、引っ張らないと。今日マジカルブレス。はい。ナイスカバー。ガガゼトでカバーしてくれました。今のところ全開ですね。あのいかついのが来ても大丈夫、耐えれる。そしてこれは弱いから、うわー、で敵が行った。とんでもないダメージ。
めちゃくちゃ食らいやがった、あいつまたほんで。そうか、ひさめで魔棒が落ちてるんですね、多分ね。鬼やな。攻撃力を上げようとするとね、こうなるというね。まあまあまあ、典型例ですね。何かを犠牲にしなければ何かは得られない。アーロンを失ったのはもうめちゃくちゃ痛いです。ダメージソースとしてもね、アーロンがなくなると、おそらくちょっと足りなくなってくるんですけど、2回行動。これガガゼトですね。ガガゼトも強いんですよ。割とダメージ入るんですよ、これ。ほら、ほら、ほら。頑張るんですよ、こいつめっちゃ。まあでもね、最悪、アーロンが、まあある意味、うちのメンツだと一番なくても大丈夫なメンツではあるんですよ。アーロンが。実は地味に、ブラスカがもし落ちると、最後のリジェネとかの解除ができなくなって、もうほんと自利品になるんで、そこが結構、本当にやばいところなんですよね。それは、なんとか防いだなっていうのはあるんですけど、なんとか耐えたなというか、もう一発聖罰入れたかったっすね、正直。いや、今回状態異常にはすごい恵まれてるんで、ちょっと欲張ってしまいました。はっきり言って。はっきり言って欲張った。間違えた、そして間違えた。円安いかないと、今のは。メテオクラッシュ使い切っちゃう。せめてもう一回動いて。ダメ。最後のプロテガルト。来ましたね、リゼルね。最後のシェルガモン。もう、嫌だ。もう嫌だ。8体。ガガゼと撃つ。遅い。あ、間違えたー。ブラスカの方が先行ったか。いや、今ね、ゼクトの方が先動いてると思ったら、ゼクトスロー入ってたんすね。いや、すげえ回復されてる。せっかくここまでダメージ与えたのに。そして寝とるやつおるな。おねむがおりますな、おねむが。このウィン、これで生き返る。よし、よかった。いいタイミングで来てくれた。いや、まずいって、まずいって、まずいって、回復されすぎてるわ。まず、あー、最悪や、もう。もちろん暗闇耐性つけてます。ジェクトね。ジェクトもちろん暗闇耐性つけてます。もう当然ですけど。つけてるんですが、こういうことになります。だいぶ回復されたな。一発も当たらない。いやー、厳しい。円安で打つか。しょうがないか。食らわせられない。運ゲーはきついですね。残ってるうちは円安で打って。行った方がいいかもしれないですね。はい、速攻でバリア剥がされる。全体回復。来るんだろう、どうせ。ほら、来た。うわー、きつい。もう無理か。いや、めちゃくちゃ回復されちゃいましたね。1ターンミスっただけで。まあ、ブラスカでね、ちょうどプロテガを、最後のプロテガを入れようとした時に、まあ、向こうが、リジェネやってきたんで、正直あのタイミングちょっとミスりましたよね。先に、
リゼネを解除できしたかったんですけど、これまだグラサンかけてますから相当威力はもう剥がされてるし、くそー、ダメか。まあどうでしょうね、そのもしリゼネがなかったとしても、まあ全然削り切れてないですね。まあまあまあ、これも盲目なのしょうがないな。これ暗闇、メインアタッカーが暗闇になったら、まあまあまあ無理かな。いや、ほんま辛い。こいつほんまきついです。よし、ラスト。これミスったらもう、この動画をボツにして、もう一回私は修行の旅に出たいと思います。ということで、もう一回鉄壁で。もうどうせスロー食らうこと分かってるんで、もう鉄壁を選んでるんですけど、スローがなければ、状態異常、スローがなければ、鉄壁じゃなくて、守護神を借りてるかもしれないんですが、よっしゃ。まあ、聖罰でね、攻撃ダウンあるんで、だからうまくそこが噛み合ってほしいんですよね。さっきみたいに結構早い段階で一人落ちは、やっぱ一番まずいパターンで、後半で同時二人落ちとかは全然大丈夫なんですけど、むしろ。早い段階一人落ちが一番まずいんですよね。タイミングとしては。特にそうですね、中盤からのリゼネあたりの時点で全員が揃ってないとおそらく厳しい。というのは、寝たりする人がいるんですけど、そういう奴らを結局その起こさないとダメなので、起こし役が足りないっていうかね。さあ、ブラスカに来ないで。相当引っ張ってるよ、これ。よし、頑張った。これはね、頑張った。鉄壁張れたらチャンスありますよ、これ。とうとう頑張ったから許してちょうだい。大丈夫やね。いやー、めっちゃ頑張ったわ。よっしゃ、3ターン目まで鉄壁を引っ張ることに成功。これはね、いいと思います。すごく。決まりやめて。お手が。よし、チャンスや。チャンス来てると思います。あとは次のね、次の鉄壁のタイミングを絶対間違ったらあかん。危ない。ダメ。そこでガガゼと言ったろ。もう一回プロテガモン行っとこう。いつが最後のプロテガになるかわからないので、よっしゃ。いやー、ブラスカがね、もうちょっといろいろ持てたら全然違うんですけどね。持てたらというか、まあ、何かもう一つあればね、本当にあと一歩だと思うんですよ。一つ噛み合わないとすれば、魔力ダウンが乏しくて、それでやっぱりその最後押し切られちゃうんですよね。
攻撃ダウンはね、もうこれで申し分ないんですけど、まあもちろん継続して入ってくれることがポイントになりますけど、魔法バリアを突き抜けてくるからな、あれ。もう一回プロテが、主戦度のようにプロテが。よし。さあ次で、じゃあ鉄壁を張ろうかな。もう一ターン耐えれるでしょうか。そんなこと、そんな爆打かけていいんでしょうか。もう一ターン耐えることができるでしょうか。かけるわ、男だろうが。これでブラスカ、もう一丁、ジェクト、もう一丁。くよし、もういいぞ、ブラスカもういいぞ、ハロー。怖い、大丈夫。よし、いいっすね、マジクレイク。スロー、今のところスローはアーロンのみ。よーし、ちょうど切れたタイミングじゃないですかね、今の。よし、耐えた、よし、よかった、沈黙じゃなかった。グラさんが見えた瞬間めっちゃビクッとしましたけど、沈黙じゃなかった。ベールを、間に合え、よし、いける、これ一番いい、今までで。ブラスカがこうスローになってんすよ。これリジェネ対策で、本当はプロテがやりたいんですけど、多分ねデスペル優先した方がいいと思うんです。ガガゼット、ガガゼット、ガガジェットストリーム、いけー、デスペル押しとこ、押し、押し、メトクラッシュ。もう一丁行動、行こうぜ、もう一回行こうぜ、よーし、おら、おし、いや、マジ悪くない、これは悪くない。ラストセルが、プロテガが間に合ってほしい。寝た、グア寝た、セルが間に合ったけど、寝た。プロテガ要員が寝やがった。そしあとバリア要員が寝た。いや、もう起こしてもらうのを待つか。このもう無理やっても、ここはバリア。いや、もう無理、どうしよう、叩き起こしたいけど、どうしよう、ガチ悩みですけど、いや、叩き起こしますわ。いや、絶対起こした方がいいもんな。ミスる、そうか、盲目というか見えてないやもんね。よりによってなんやね。くそ、もう行くしかないな。いや、もう起こす無理。いや、もうこの後行くしかない。いや、もうちょい、マジでもうちょい。起きた。いや、もうほんま、いや、もうほんま。いや、待って、マジで待って。よし、行ったか？
いけ、おっしゃー、やったー、うーわ、マジきつかった。グッド、もういいっす、いいっす、もうグッドでも十分だ。フルパーティーで後でボコったっからな、ほんまこいつ、こいつほんま後でボコったっからな、ほんま。よっしゃー、いや、まあ後でボコります、こいつは。つらかった。いや、多分ミッションよし。あー、つらかった。よし、やりました。皆さん長いこと見ていただいてありがとうございました。はい、では京プラプラ、次はフルパーティー、まず京プラをフルパーで行こうかな。そして京プラプラに行きたいと思います。はい、見ていただいてありがとうございました。